今日はマリモの日。マリモといえばまん丸なイメージだけど、実は現在丸いマリモが群生しているのは北海道の阿寒湖だけなんだ。珍しいのか。その地形から生み出される絶妙な風によって丸く育つんだって。ちなみに阿寒湖のマリモは特別天然記念物だから取っちゃいけないよ。取ったらあかん。つまりお土産で売ってるマリモは人工的に丸めたものなんだ。おにぎりみたいだわ。チャンネル登録をしてね。そんな物好き。